西野です。奈良です。さあ、じゃあ明日はエロチキチャンネル。はい、今日はですね、はい、吉本の謎ルール。謎ルール、これはですね、吉本にはいろんなルールがあると言いますか、まあ芸人の芸人界でもいろんなルールありますけど、特に吉本ってこう昔からの文化というか、気になるな相槌が、はい、だからルールがいろいろあるじゃないですか、はい、それを改めてこうおさらいしていこうかな。なるほど。まず僕が真っ先に思ったのは、ご飯ね。ご飯、先輩がおごる？うん、先輩がおごるはまだわかるやんか、まあよくあることじゃないですか、どんな社会でも、例えばですけど、僕とナダルさんで、まあ例えばよ、昼なんか定食屋行ったとして、そこにさ、すいません、ご挨拶よろしいでしょうか、何年目のドタコタの、田中です、よろしくお願いします、あ、おーおーみたいな、たまたま後輩いたみたいな、他のテーブルに、それ出すもんな、そこのテーブルの料金。ああ、でもだから偉いもんで、なんかたまにさ、カフェとかネタ合わせしてる時に、おはようございますみたいな時に、お疲れしたみたいな言うと、ちょっと気持ちキュッてならへん。なるなる。だから普通は別にそれが普通やのに、あ、出せれてない俺。そう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 、出せれてない気持ちになるのよね。それだから普通に考えて出さんでいいやん、だって一緒にご飯も食べてないのに、一緒にご飯食べてたらご馳走するの分かるけど、俺らと違うテーブルで食べてるのを、なんか吉本の昔からの文化で帰ろうとしたら先輩が払ってくれてるみたいな、俺正直どっちにしろようわからへんね出してる時もなんかようわからへんしで、あと お疲れしたって言って、その時出してない自分もようわからへんからどっちにしろモヤモヤするっていう。そうそう、他のテーブルの昔ね、もうやめはった先輩ですけど、お金がないと、でも僕を連れてってくれるみたいな、あ、西野王将行こうみたいな、バーって飯行った時に、こうやって外から見るわけですよ、後輩がいないかどうか。で、5、6人の後輩の軍団がおってん、テーブル。やっぱ王将やめよっかみたいな。気分変わったみたいな。いやいや、そんなん言われへんよ。いいよ別に。今ピーというか別にカットするから。やめてはないねんけど、芸人ではないけど。さんやったかな。いやいや。なるほど。まあまあわかるな。いや、まあ、あんまり、いや、ピー入れました。分かるなって思う確かにこれはでも分かってんのきついもん、ほんまにきつい。だって 2,3 人連れていくのだけでもアップアップの時に、他に5人のテーブルとか出くわした時にはもう、っていうことですから。なるほど。はい、では奈々さんありますか。僕、ほんなら、まあ、自分が売れてるっていうのもあれな話なんで、はい、活躍するまでの、吉本の社員さん、はい、オーラ出しすぎ。オーラ出しすぎね。社員さんがでしょ。なんていうんですかね、廊下とかすれ違っても、先輩とか芸人の先輩とかやったら、おみたいな感じなんだけど、売れてない時の吉本のそう社員さんもはい、おはよう頑張ってる。鬱陶しい。まあ、僕らが売れてない時ね。で、挨拶おはようございますみたいな、その挨拶も明らかにこうせえへんとかレベルによってな、優勝した後はどんなになってました、その人。その人だから優勝する前は、なんか前説とかで、俺らが初めてぐらいの前説でな、見てられんかった、オーラ高校生の方がおもろいわ、あれでキングオブコント準決勝残った、笑ってまうわ、頼むから高校生の面白い子なのな、すいませんでした、俺も応援するから、頑張っていこうって言われて、その3日ぐらいで決勝決まって、2週間ぐらいかな、決勝戦優勝して、で次の日、そのまずオーラが消えてね、まあ、向こうの方がいつもはこうあるってのが、ちょっとちっちゃくなってちょっとギュッてなって、一瞬俺らから見えた時もちょっとちっちゃくなって、おーっすっていう。いや変わるよな。いや分からへんけど俺さ、そのどんどんいじられるわけやんか、そんな売れたら特に、なんでそんな種まくんやろなって思う。そやな、どんどんここから売れていく芸人いっぱい出てくんのに、なんでこんなオーラ出しちゃうんやろな。そうそう、あと売れてない時の作家強すぎってのもある。なるほどね、なんか袖でこうやってこうやってとか言ってこういうふうにいきましょうみたいな言ってる時に、ちょっと見捨ての時あれじゃん、こっちね、まあ、言うたらこっちがプレイヤーやから、まあ、そんなん若手やしね、そうそう言うのは別に言ってもええけど、その本番中はもうほっといてほしいわけよ、こうやってやってる時にチラッてそういうの作家さんが違う違うって、ああ
って言ってた。ディャーって、ディャーって言い出したらもう、必殺技みたいな。ディャーって言ってた。いや、まあ、あるあるですよ、ほんまに。そういう作家さんとかも、結局売れた時に、それ売れた芸人のラジオで、あいつほんま思んないから。いやだからそうやな、もう覚えてるからね、言われた側は。でも、作家さんは仕返しする場所ないから。そうやな、でももうこう言ってまうやろな、うん、若手やし、もうペーペーすぎるから、うん、俺らが最初はね、うん、まあこれはそうですね、うん、謎ルール。あとまあこれどうなんやろっていうことなんですけど、はい、うん、これさん付け、うん、異常にさん付けてんの、うん、吉本の俺らぐらいじゃん、ほんまに。あのアーティストの人とかね、うん、ビーズとか言うね、うん、コンビ名は。だから言うたらビーズの稲葉さんとか言うけど、うん、俺らって絶対さんつけんかったら、え、さんつけてないみたいなね。ジャルジャルとかさ、かまいたちとか言ったらさ、うん、え、もうさんつけろよってなるやんか、うん、その異常にさんつけろよって言ってんのさ、俺らだけちゃうかなっていう、うん、なんかちょっとバカにされるしな、うん、吉本入る時にもうすでにさ、うん、でもダウンタウンさんやっぱすごいよって、ダウンタウンさんって言ってる地元のな友達にダウンタウンさん、え、他誰さんつけんのそう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 、俺中山きんに君さんって時何言ってんのって言われて、地元の友達きんに君さん、クロちゃんさんみたいな、クロちゃんさん、それも突っ込んでくるのがクロちゃんさんだけやから、クロちゃんって言わないでもう異常にさんつけなあかんっていうのは、まあね、ほんまに難しいというか、うん、その言ったらミキさんみたいなさ、昴生、うん、さんは先輩やけど亜生は後輩みたいなコンビあるやん、うん、それって一応俺はミキさんって言ってんだけど、ミキさんやな、ミキって言われへんな、うん、言われへん。リクさんもだから金しか後輩やけど、りんたろさん先輩やから、うん、イグジットって言われへんやん、言われへんな、うん、うん、年下やけど先輩だとか、年上やけど後輩とかありますからね、うん、あるある。それが一番吉本やっぱ激しいんじゃないかなっていう、うん、じゃあラストぐらいいきますか。なんかある、うん、あ、なんかさ、もんない、あ、俺行く、うん、ラストにしようか。ラストにする、うん、もうやっぱね、ちょっと劇場で、うん、やっぱずっと同じスタッフさんで、はい、多分忙しいっていうのもあってんけど、うん、スタッフさんが異常に強なるっていうのも、うん、強なる、うん、強すぎる。武漢さんとかも、うん、今やったらこういう感じで、はい、はい、了解しましたみたいな感じ、うん、結構さ、こっちともコミュニケーション取れてんけど、昔コミュニケーション取れなくなかった。あ、例えばさ、うん、なんかちょっとまあ一応コーナーとかもさ、そういうリハある時ちょっとふざけたりして、それがノリに繋がることもある、はいはいはい、そういうことやったらダブルーとかいや、ふざけねえたらどけげーとか、武漢さんね、うん、いやそれほんまにあれによるな、武漢さんにもよるけど、うん、やっぱ俺らが結局芸歴重ねたからそういう人がいなくなったんよ、うん、結局いまだにさ、俺ら12年目とかで俺らに対して「ダメだー!」とか言ってても、その人干されるやろ多分。ふざけんのやったらやめてまえーとか、もう芸人ふざける仕事やから。1年目2年目の時とかはやっぱりそういう強くこう言って、うん、来る武漢さん言ったよな、うん、でそれに感化されて、うん、進行さんとかも強くなっていくんですけど、うん、今は見えへんけど、うん、なんかちょっとまあ俺らが悪いよそれは、うん、めっちゃ今でも覚えてんけど、バンビーノの西山さんと俺がちょっと袖でな、うん、ちょっと軽くなんかサッカーボールして、はい、見せなお前、うん、いやそのちょっと僕もこうになりますよとか言ったら、うん、そう、進行の女の子、うん、めっちゃもうその時から、うん、なんていうの、戦闘力全開の感じ、ほんまにあの強い社員さん以上のオーラをまとってる、うん、そんなってなったら、ほんならそのボロパーンって取って、うん、奪われて、えってなって、ほんでその小道具のところにバーンなんで最後見んねん、なんで最後こっち見んの、怖え、でもほんまにピリピリしてたよな。でほんで覚えてる、なんかさ、めっちゃまずい食べ物あるんですよ、なんか俺罰ゲームね、腐りかけやったかなんか分かんないですけど、うん、マグロに蜂蜜かけて食うって罰ゲームがあって、はいはいはい、一噛みした瞬間ほんままずくてさ、うん、ポーンってその飛んでもうたのよ、ほんまにな、飛ばそうとは思ってなかった、飛ばそうと思ってないよ、まずすぎてうわーとはなったかもしれんけど、ポーンって元行った位置に戻って、うん、何事食ってないんちゃうぐらいの、うん、3年目ぐらいだから逃げたんかと思ったら、なんかここにあるぞ、ポーンみたいな、早すぎてな、そうそうそう、ほんでそれが早すぎて皿からちょっとずれてみたいな、うん、あの机の上に乗ってみたいな、うん、でめっちゃウケてな、うん、なめっちゃウケて、ありがとうございました、いやウケたなって、すんませんとか言ったら、それしょまずそのなファブリーズさん、まあ僕やりますよ、あ、全然覚えてるわ
ファブリーズちょっとびっちゃびちゃになるまでファブリーズ覚えてるわ。ファブリーズ一本なくなったもん、ね、めちゃくちゃめちゃくちゃ嫌われてたもんな、ね、あの件から。あれ、うん、そんなファブリーズいや言われへんか、突っ込まれへんかって、いやファブリーズそんないるかって言われへんか、うん、マジであった、あれ懐かしいわ。もうだからそういうあのスタッフさんとかも若手の時はやっぱそういうのを乗り越えてね、はい、今がある。そうですね、まあいろいろルールというか、うん、こういうことあったぞっていうことなんですけどね、うん、ということで吉本の謎ルールでございました。あらしゃー。はい、今度の6月11日土曜日19時からですね、はい、全国ツアーコロテンの福岡公演がございます。はい、ですね、劇場の席がですね、はあ、わずかに残っております。残っておりますと。ですので、こちら概要欄から、はい、ぜひぜひ、はい、席をね、確保してください。お願いいたします。満席でやりたいでね。そうですね、はい、ぜひチケット買ってくれ。あ、懐かしい。